よく考えたら久しぶりだな。そうね、大会以来だからね。あれから無駄に、3ヶ月ほどしか経っていないというのに、今となっては俺のスピードに平然とついてきている。恐ろしいものだな。それは光栄ね。頑張った甲斐があったわ。やっぱり強いわね。若え、火力を落としてるからなんとかなってんだよ。本来の威力なら全弾命中だよ。こいつ、本当に2、3ヶ月で俺より力を身につけてやがる。俺だって相当この短期間で実力を上げたのに。30分経過。そ、結局競争かよ。おお。あ、こら、待ちなさい。待てこらー。リペイド S に行こう。こうして、今日1日目の狩猟も終わりを迎えようとしていた。なんでいきなり2人が走り出したかは、オープニングの後。障害物さえなければマジ、やばい。それじゃあせっかちゃんはそこで筋トレセット500回ずつね。この状態でその間、私たちは先に進みますよ。明日までには展開についておきたいので、あんまりバラバラにならない方がいいんじゃない？いえ、むしろ展開まで一人行動してほしいくらいです。ここでは危機感、悪天候、整備されていない道を全力で走る、こういう一つ一つの条件がいい狩猟環境を作ってるんですよ。だから30分間1対1で戦って、時間が経ったら競争して先に私の元に帰ってくるという狩猟をやってるんですよ。これをすることで戦闘技術、体力、忍耐力はもちろん、集中力、判断力、私の気配を見つける探知能力、自然の悪環境を即時判断して切り抜ける回避力を自然と身につけることができますし、これほど効率のいい環境はないですよ。確かにな。それじゃあせっかちゃん、終わったら私の元に急いできてね。タイムリミットはオオカちゃんかロカちゃんが私の元に帰ってくるまでね。わかった。あいつ、諦めたな。カナメさんも油断しないように。私、あなたよりはるかに早いわよ。おい、マジかよ。どっちも地獄じゃねえか。さて、私もやるか。よし、終わった。急いでメリアちゃんを追いかけるわよ。ダメだ、体はとっくに限界を迎えてる。このままじゃ間に合わない。うわ、ちょっと、大丈夫ですか？ねえねえ、そろそろ晩ご飯作ってよ。あれ、この人どこかで。すいません、ちょっとつまずいただけなので。ですわ、子様にサナエさん。ああ、やっぱり、大会以来だね。ああ、大会で永遠帝チームと一緒にいた人ですね。ここがあなたたちの家だったのね。そうだよ、立ち話もなんだし入っていきなよ。待って私は。遠慮しない遠慮しない。だからちょっと待ってー。さて、夕ご飯作りましょうか。こうして、私は無理やり守谷神社に連れられ、ご飯をいただいた。あのお味噌汁美味しかったな。後で早苗さんに味付け聞こう。じゃない、それでかなこ様が気を利かしてくれて、他のメンバーを全員呼び戻した。全員お風呂上がりました。体痩せたかい？はい、すごく気持ちよかったです。あれ、大花とかなめくんは？大花ちゃんは死んだように寝てます。そりゃそうよね。結局大花、競争中に倒れてたんでしょ。先が思いやられます。でも私たちが止めなかったら野宿するつもりだったんだろう。いいえ、寝る暇を与えるつもりはなかったわ。マジで？よかったですね、諏訪子様に捕まって。うん、そうだ、そんなに狩猟をしてるなら私たちも手伝おうか。それは助かるわ。格上相手の戦闘経験も積ませておきたかったから。ああ、組手は決まってるのね。いいだろう、ちゃんと手加減するよ。する必要ないですよ、私たちを甘く見ないでね。お、かなこ様相手に手加減無用とは。嘘でしょ。かなこ様と諏訪子様は今の私では絶対に無理だよ。でも組手する相手は私たちの方から3人だけお願いするわ。そうかい、私は何だって構わないが。うん、明日みんなの前で発表するね。うん、ハラハラするな。それじゃあ私たちも明日のために寝ましょうか。お布団はご用意できてますので、いつでもどうぞ。それじゃあおやすみなさい。ほら、ロカも寝るよ。はーい。それじゃあ諏訪子ちゃん、また明日ね。うん。呼び止めて悪かった。いや、申し訳ありません。ちゃんと気づいてたんだね。何の話ですか。サナエは鈍感だなぁ。この人、かなり位の高い神様だよ。私たちとは比べ物にならないレベルのね。そうなのですか。
私も暇な時に、神の位について勉強したことがある。世界の神基準では私たちみたいに、信仰の力で生きてる神や戦闘力1兆を超えてない神は全員、下級神、と呼ばれてるらしい。ってことは私とかなこ様、諏訪子様全員、下級神、ってことになるんですね。そうだね、土着神の頂点って呼ばれても世界から見たら大したことないみたい。それで、あなたの位はどれほどになるのでしょうか。憶測でどれくらいだと思う。中級神、クラスだと思っている、と言っても私自身中級クラスの神を見たことないんだけど。私は、帝王神候補序列10位、です。帝王神候補。知っている、帝王神とは神界の頂点に君臨する神。帝王神候補はその帝王神の素質を持った最高位の神。学本では、神王、クラスを軽く倒すレベルだって書いていた。まさか、こんなところでお目にかかれるとは。今はそんなにかしこまらなくていいよ。こうして宿を貸してもらってるんだから。後で私の配下に褒美を送るように伝えておくわね。ありがとうございます。それでは今私たちのお願いを聞いてくれてもよろしいですか。今、いいよ。私たちのお願いは、それじゃあそのオーダーで始めようか。でもいいのかい。これで私は少しでも自分の非力さを理解してもらいたいのと、どこまで強くなったかの確認、両方を実感してもらいたいんですよ。なるほど。それじゃあこれでいくわね。それじゃあみんなを呼んでくるね。それじゃあ組み合わせを発表しますね。第1戦はゼッカちゃんとスワコちゃん、第2戦はロカちゃんとカナコちゃん、第3戦はオウカちゃんとサナエちゃん、最後は私とカナコちゃんとスワコちゃんの2人。メリアチームは勝負が終わり次第、即先に進んだカナネ君に合流すること。その時に後から来た人に抜かれたらペナルティ。随分過酷ね。まだ優しい方です。オウカちゃんは大変だと思うけど、メリアちゃんより早くか。それじゃあ時間もありませんし、早速第1戦の準備してくださいね。大会以来だ。あの時、私は諏訪子様に全力で挑んでも手も足も出なかった。今もそこまで力の差が縮んだわけじゃない。でも今の私があの時に比べてどこまで戦えるようになったか試したい。準備はいい。ええ、問題ないわ。さて、この数ヶ月でどこまで強くなったか楽しみだよ。いつでも二人のタイミングで始めていいからね。なら、行きます。行きなよ。なに？今のスピード、もう、負けない。もう、負けるわけにはいかないんだ。勝つよ、諏訪子様。世代交代だ。もうあなたが最強クラスである世代を終わらせる。いい覚悟じゃん。よかったよ。あの時の戦闘で戦意を喪失してると思ったけど、せっかちゃんがその気なら私も気合い入れて答えなくちゃね。さあ、始めよう。あの時の続きを。道に迷っちゃった。夜の森だと方向感覚が狂うって本当だったんだね。お腹、すいたなぁ。みんなは結構先に進んだのかな。もうロカちゃんには追いつけないよね。いたさ。もう、頑張るの。やめようかな。そうすれば、もう、そこに誰かいるの。この声は、なんだぁ、オウカちゃんか。そうだな、スパルタ神。もうみんな集まってますよ。早く来ないと晩ご飯なくなっちゃいますよ。ご飯あるの？ご飯だけじゃないですよ。お風呂だってお布団だってありますよ。本当に、どこにあるの？さあ、どこでしょう。は、私についてきたら最短で宿まで到着するかもですね。もちろん、離れたら、自力で見つけてください。野宿もなかなかいいもんですよ。了解でますけど。いや、絶対にメリアちゃんから離れないもん。じゃあちゃんとついてきてくださいね。わかった。到着です。絶対に遠回りしたでしょ。ほらほら早くしないとご飯冷めちゃいますよ。何？カズマ。違いますよ。専属品です。オウカちゃん。負けた方は罰ゲーム。そういうルールでしょ。キュー？あらあら、そこはお布団じゃないですよ。オウカちゃん。ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。
次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も、楽しんでいってねー。